皆さんこんにちは、ひろくまです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回は内閣と議長の不信任案が衆院本会議で否決されました。そして立憲の泉代表は野党をまとめることができず求心力ゼロという批判を浴びております。しかし立憲には裏目的があり、それを見事に達成しました。ですがそれがまた立憲お得意のブーメランとして返ってきそうですので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それではまずはこちら、時事通信の記事です。内閣議長不信任案を否決、与党反対、立憲に同調広がらず衆院という記事です。それでは立憲民主党が提出した岸田内閣と細田博之衆院議長に対する日本の不信任決議案は9日の衆院本会議で採択され、いずれも反対多数で否決となりました。もうこれは当然自民と公明党は反対しますので、分かっていながらやったということになります。そして議長不信任案は自民公明両党が反対、内閣不信任案は自公両党に加え日本維新の会と国民民主党なども反対をしました。そして賛成は統一会派を組む立憲、社民両党と同調した共産党にとどまったということになります。ここでですね、立憲についてくる野党はどの党になるんだと、いわゆる踏み絵を踏まされたということになりました。そこでついてきたのが社民と共産党ということになります。でですね、夏の参院選でこの3党はもう間違いなく議席を失うことになると思います。つまり特大のブーメランが返ってくるということになります。なぜなのかは後ほど紹介します。そして岸田首相は内閣不信任案否決を受け、首相官邸で記者団に信任をいただいた、引き続き責任を果たし期待に応えていきたいと述べました。ということで、むしろ信任をいただいたと太鼓判を押されたということになりました。もうこれが立憲のブーメランですよね。そこで立憲の泉代表は内閣不信任案の趣旨弁明で、政府の物価高対応を無策と非難。そして特技としていた聞く力が米国日銀安倍晋三元首相らの声を聞く力になり、物価高に苦しむ国民の声を聞く力ではなくなったと訴えておりました。そして細田議長不信任案に関しては、立民の岡本衆院議員が衆院小選挙区定数の10増10減見直しに言及した細田氏を議長に最も不適切な人物だと批判、女性記者らへのセクハラ疑惑についても説明責任を果たしていないと指摘しました。そして議長不信任案の採決では維新、国民、令和新選組などが棄権し、与党や立民、共産党両党と一線を画した形となりました。なので意外にも令和が棄権をしたということになります。後ほど令和の大石晃子さんのコメントを紹介します。そして夏の参院選を睨み、各党はそれぞれの主張を強めそうだ。そして自民党の茂木幹事長は派閥会合で、国益国民生活を優先する政党か、党利党略に走る政党か、不信任案への対応で政党の姿勢が見えてくると立憲などを牽制しております。最近茂木幹事長の野党への批判が激しいですよね。あまりやりすぎないようにした方がいいのではと私は思います。そして泉代表は本会議後、記者団に改めて信任に値しないという姿勢を明確にして戦っていきたいと述べ、政権との対決姿勢を示しております。そしてですね、大事なことがありまして、この不信任案というのが提出されてしまいますと、他のですね、予定されていた委員会というのが一切見送りになるんですよね。まずは不信任案が優先するということで、7委員会が見送られたということになります。つまり国会の機能が停止してしまうということになります。なのでもちろん自民党も悪いんですけども、立憲には裏の目的があるのではということになります。それについては後ほど説明します。そして国会の会期末というのが15日になっておりまして、7月に参院選がある関係上伸ばすことができないんですよ。なのでスケジュール上、不信任案を出すと他の採決ができなくなるということになります。そしてこちら時事.comの記事です。
求心力ゼロ、茶番、不信任案で立民批判続出、野党という記事です。内閣不信任決議案などで否決を受け、野党からは9日、立憲民主党への批判が相次いだ。日本維新の会の馬場共同代表は記者団に、今回提出者は立憲一党だ。野党をまとめる力もない。求心力が全くゼロになっていると酷評されております。すごいですよね。維新はもうここまで言い切っております。おそらく参院選を見据えて、立憲よりも議席を取りそうということで自信を深めているんでしょうね。そして国民民主党の玉木代表は、野党の中でも賛同が得られていない、事前の様々な調整もなかったと指摘。令和新選組の高井幹事長は、選挙前にやってる感を出すための茶番に付き合うことはできないと突き放しております。これに対して立憲の泉代表は、他党がどうこうではない、物価対策が今の国民生活に必要であると思うから不信任案を提出したと説明しております。なのでですね、今回の参院選でおそらく立憲は負けますので、泉代表は代表を辞任することになると思います。そして次に出てくるのが、左系の人が代表に出てくるので、もう泉代表としては最後の力を出したということになったと思います。なので野党の中でも事前調整しなかったんでしょうね。しかし立憲には裏目的があったということを言われております。それは後ほど説明します。そして自民党の問題も深いんですよね。細田議長のセクハラ疑惑について念のために触れておきます。ちなみに私は自民党の党員です。自民党の中の問題もきっちり説明ができます。最近出てきた新党の支持者の中で、自分が支持している党を批判できない人が出てきているんですよね。しかしそれではダメなんですよ。政治というのは腐敗するのが基本的なんですよね。なので支持者が厳しくないと、政党というのはどんどん腐敗していきます。なので支持者は間違ったことがあったら、その時に厳しく指摘しておかないと、政党というのは良くなりません。なので私はあえてこのセクハラ疑惑も皆さんにお伝えしておきます。それでは、細田議長に対する不信任決議案は、自民、公明両党の反対多数で否決されました。ただ提出した立憲民主党だけでなく、採決前に提出した日本維新の会や国民民主党も、理由の一つとなったセクハラ疑惑の説明を要求。細田氏の対応が今後の焦点となる可能性があり、与党からは参院選への影響を警戒する声が出ている。これはもう当然ですよね。間違ったことがあったら隠すのが一番いけません。素直に認めるのが一番です。そしてその後謝罪して議長を辞めるのも一つでしょうね。そして程度がひどければ議員辞職までするのは当然です。そこまで私は言い切ります。皆さんも支持している政党が何か悪いことをしたら議員辞職まで言い切ってください。そして周りの記者は報道は概ね事実と教えてくれた。9日の衆院本会議で趣旨弁明に立った立民の岡本氏はこう指摘、セクハラを受けながら取材する女性記者を助けてほしいと訴え、細田氏に説明責任を果たすよう求めたと。そりゃ当然です。そして週刊文春は5月以降、細田氏が女性記者に添い寝をしたら重要情報を教えてあげると迫ったなどと繰り返し報じました。細田氏はこれを事実無根と否定したが、記者会見などで説明することはなかったと。もしですね、これが事実であればもう議員辞職ものですよ。即刻辞職です。これが本当ならもうとんでもないです。そして維新の山本氏は討論で、議長本人から真実が語られることを期待すると強調。国民の玉木代表は記者団に十分な判断材料がないため欠席したが、細田氏は説明責任を果たしてもらいたいと促しました。これは自民党員の私ですら説明責任を果たすべきだと思います。これに対して自民党の茂木幹事長も公明党の石井幹事長もそれぞれ記者団に本人が適切に対応すべきだなどと述べるにとどめております。もうおっしゃる通りだと思います。しかし今記者会見を行うと一番困るのが岸田首相ということになるので、おそらくやらしてもらえないんじゃないかと思います。
しかし私はそれでもやるべきだと思います。それで負けたらもうそれは自民党の責任なんですよ。一刻も早く記者会見をやるべきです。で、おそらく今記者会見をやると否定するでしょう。そしてその否定した後に、おそらく文春がその否定したことは嘘だったという情報を出してくるんでしょうね。だから記者会見もできないんでしょうね。そして与党内には参院選への危機感もくすぶる。自民党の閣僚経験者は選挙に影響しかねない、本音を言えばやめてほしいと吐露。公明党関係者も党としては説明を尽くせと言い続けるしかないと苦しい胸の内を明かしております。そして不信任案否決後、国会を立ち去る細田氏に対し、記者団から疑惑を持たれたままでいいのか、政治不信を招くのではないかなどと矢継ぎ早に質問が飛んだそうですが、細田氏は答えずに車に乗り込んで逃げたということになります。どうするんでしょうかね、細田さん。おそらくマスコミの女性記者が語っているので、もう隠しきれないと思いますけどね。なのでこのまま放っておくと、選挙前に文春法のどでかいやつが出てくるんじゃないでしょうか。そして国民民主党の玉木代表のツイートです。立憲民主党会派から提出された細田議長不信任案については、週刊誌報道に基づく理由も含まれており、現時点で不信任に値するとの判断材料を書いていることから退席。内閣不信任案については国難の時に政治空白を作るべきではないとの判断から反対しました。そして最後の一行が非常に重大なことをツイートしております。最後の憲法審査会が流れたことが残念ですと。実はここに立憲民主党の裏目的が隠されております。で、何かと言いますと、つまり立憲民主党というのは憲法改正に反対しているんですよね。なのでなるべく国民投票に持っていかせないように、今までも何かしらの理由をつけてスケジュールを遅らしているんですよ。それが今回の内閣不信任案と細田議長不信任案なのではということになります。そしてシェアニュースジャパンの記事です。立憲民主党会派、細田議長不信任案を提出、最後の憲法審査会が流れると。シェアニュースジャパンさんも指摘されております。こちらですね、同じように玉木代表のツイートを紹介されております。そこでネット上のコメント、週刊誌の記事ごときで右往左往する国会なんて本当みっともないと思います。我々の生活に全く無関係ですし、応援してるぜ、そのお考えご対応でよろしいかと。正しい対応でした。そしてですね、憲法審査会をお流れにすることが目的だったんでしょうねと。それが目的だからとネット上の声で気づかれている方もいらっしゃいます。そしてこちらもツイッターのネット上の声です。ちなみにネット上の声は左翼の人たちの声を拾ってみます。本日の憲法審査会で与党は国民投票法案の改悪を強行採決する予定だったが、立民が昨日提出した岸田内閣不信任案と細田議長不信任案によって本日の憲法審査会がなくなり、国会は15日に閉会、参議院選があるから延長不可能、一旦選挙後まで飛ばせる可能性大とのことと、はっきり言われてますよね。そしてこちら国会読者クラブさんのツイートを紹介されております。内閣不信任案を出したため国民投票法の議論ができず、このまま会期末になってしまうらしい。このタイミングが効いている、立憲共産社民偉いと。そしてこのまま行けば採決に至らない、だから自民党はものすごく怒っている、だからマスコミは内閣不信任案を選挙区対策が第一と言って一斉に立憲叩きをしているらしい。そしてこちらの方は、憲法審査会を封じるためにこのタイミングで内閣不信任案を出した立憲共産社民の評価がうなぎ登りですねと、逆にこんなの茶番だわとか言ってバカにしていた令和や維新の株は爆下がりです
と言われております。もう皆さんお分かりですよね。野党の中で分裂をして、しかもですね、裏の目的があって、それに気づいてなかった維新と令和、そこをバカにされているということになります。そして不信任案で憲法審査会と侮辱罪の委員会審議が止まった模様。参院選で会期延長はないから、一旦は選挙後まで飛ばせるという可能性が出てきた。与党と令和は一体何やってると思うと言われております。つまり与党というのは国民民主党のことを言ってるんじゃないかと思います。そしてこちら、左翼で有名な安さんのツイート。茶番と言われようが、今国会最後の憲法審査会を開かせずに国民投票法改悪を止めたのは大きな成果だと思いますよと、しっかり言われておりますよね。そしてこちらも左翼の方です。致命的なのは、不信任決議案審議の裏で立憲、共産、社民が狙っていた憲法審査会での国民投票法の強行突破を阻止するという別の目的を令和の高市が見抜けなかったということ。政治生命を問われても仕方のないような政治音痴とですね、ここまで酷評されております。そして令和の大石明子氏のツイート。私は国会議員になる前、内閣不信任案決議案が出されたら、お、たまには戦うのかとテンションが上がっていました。そして半年、国会議員として中で足掻いてきた結果、残念ながらこれは選挙向けパフォーマンスだと痛感することになりました。内閣も議長も信任しませんが、茶番の決議採決は棄権しましたとツイートされております。なので令和は裏目的までは分かっていなかったということになります。そしてこちら、福田誠さんのツイート。高市政調会長が恒例の記者会見を行っております。その中で憲法審査会の評価はと問われて、高市政調会長、国会が発議をしない限り国民投票が行われない、帝国憲法も現憲法も一度も国民投票を行われていない、国民投票を経て初めて国民のものになると、憲法改正のための国民投票というのは、まずは国会が発議をしない限り行うことができないんですよ。しかも国会議員の3分の2の賛成が必要です。そして国民が勘違いしているのは、憲法というのは国会議員のものではないんですよ。国民のものなので、政党のイデオロギーで憲法改正をやってはいけないとか、政党が決めるものではないんですよ。憲法は国民のものなので、国民投票を経て国民が決めるものなんですよ。そこを勘違いしているのが立憲や共産、社民ということになります。なので国民投票というのはして当たり前のものなんです。そこで改正するか改正しないかは国民が決めるんですよ。なのでそれを邪魔しているのが立憲、共産、社民ということになります。なので皆さん、国民投票するというのはもう当たり前と思ってください。そして高市さんが言うように、国民投票を経て初めて憲法というのは国民のものになるということになります。それを日本国民はまだ一度も行ってないので、絶対にやらないといけないんですよ。憲法を改正するかどうか決めるのはあくまでも国民です。それは自民党でもないし、立憲でもないし、政党ではないんです。国民が決めるということになります。それを邪魔する政党というのは次の参院選で排除しないといけません。なのでこれが立憲にとってブーメランで帰ってくるのではと私は思います。そして産経新聞の記事です。憲法審査会は今まで何回行われてきたのかという記事です。令和4年は衆院は15回行われていて、参院では6回にとどまっております。なので今回はかなりやったのではということになりますが、まだまだ少ないです。そして最後の1回を立憲と共産と社民が邪魔をしたということになります。野党が岸田内閣と細田衆院議長に対する不信任決議案を提出した影響で、9日の衆院憲法審査会は開催されず、15日に会期末を迎える今国会での審議は実質的に終了となりました。そして今国会では改憲論議に前向きな日本維新の会と国民民主党の後押しもあり、衆院憲法審査会の開催は過去最
最多の15回に上りました。一方参院憲法審査会での議論は低調気味で、来月の参院選では良識の負の姿勢も問われることになりそうだと。つまり立憲と共産と社民は今回の姿勢が問われるということになります。なので皆さんはその姿勢を問わないといけません。そして自民党の福田総務会長は9日の記者会見で、衆院憲法審査会の開催回数が過去最多となったことを踏まえ、今後の改憲論議の進め方について国民の理解を得ながら足を踏みしめながら進めていくと述べた。そして公明の北川副代表も、通常国会でこれほど憲法論議ができたことはかつてなかったと語りました。そして衆院憲法審査会が原則定例日の毎週木曜日に開催されたのは、先の衆院選で野党の勢力図が変わった影響が大きい。護憲派の期待を集める立憲民主党と共産党が後退した一方、維新や国民民主党の議席は増加。そして3月には憲法が国会審議の条件と定める議員の出席の概念に関し、緊急時などでは例外的にオンラインによる出席も含まれると解釈できるとの見解をまとめ、衆院議長に報告した。つまり何かあったら国会に集まらなくてもオンラインの出席も出席の概念にしますよと、そういうふうに決まったんですよ。つまりこれは、例えばコロナが広がって国会に集まることができませんでした、だから憲法審査会は開かれませんと、いかにも立憲が言ってきそうなんですけども、それをオンラインでできますよと阻止することができたということになります。なので衆院憲法審として成果を出せたことに、自民幹部は大きな節目と自信を深めました。そして今後の注目点は、参院選後も開催ペースを維持できるか否かだ。つまり立憲がどうなるかにかかってきます。そして参院選で泉健太代表を率いる立憲が苦戦した場合、憲法論議に消極的な枝野前代表ら左派勢力が復権する可能性があると。なので立憲はおそらく左派勢力の代表に変わると思いますので、憲法審査会に参加しなくなるのではと思われます。そして自民関係者は、定例日に憲法審を開く先例を作ったと述べ、時計の針は戻らないと主張するが、立民幹部は枝野体制に戻ったら厳しい、また審議は止まると漏らす。そして国民民主が参院選で一定の勢力を維持し、憲法審での影響力を残せるかも焦点となると。なので私が常日頃から国民民主党に投票した方がいいと言ってるのもこの理由があります。それについては私もこちらの動画で詳しく説明をしております。今改憲勢力とみなしている公明党もですね、参院選が終わったら抵抗勢力にもしかして変わる可能性もあります。なので公明党や立憲に対抗するには、国民民主党に力を持たせるのが一番いいんですよね。そしてもう一つ付け加えますと、公明党の支持母体である創価学会、その力が強いので自民党は公明党を切れないと言っておりますが、国民民主党のバックには労組がいるので、それを取り込むことも可能となります。なので今一番いいのは国民民主党ということになります。なのでこの動画をもしご覧いただいてない方は、ぜひご覧になられてみてください。説明欄にリンクを貼っておきます。そしてこちらヤフーのデイリー投票ランキングのページです。いろんなものがありまして、例えば岸田政権あなたの評価はというのがありまして、これを見ると全く評価しないが 77% になってます。そしてこの中で注目が参院選です。こちら参院選であなたが最も重視するテーマは、これが非常に興味深いです。すでに1万人が投票して、一番多いのが憲法改正です。なので憲法改正の邪魔をする政党は参院選で大ブーメランが返ってくるということになります。なので立憲は大ブーメランが返ってきて、恐ろしく議席を減らすのではと思われます。産経新聞の記事です。自民党はですね、憲法改正は早期に実現したいと参院選の公約に載せることが明らかになりました。おそらく岸田首相は
安倍さんがやっていないことをぜひやりたいと思っているんですよね。なので自民党は憲法改正は本気でやると思っていると思われます。なので次の参院選はどこに入れるのか皆さんよく考えてから、もし自民党にお灸を据えたいと思われている方は、与党にすり寄りを始めている国民民主党に力を持たせると、おそらく自民党の保守政策は達成可能となりますので、そちらも検討をお願いいたします。ということで、今回の内閣と議長の不信任案、実は裏目的が国民投票法の改正案をやらせたくないと、そういう思惑があったというニュースをお伝えいたしました。またこういう情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメントも、また動画にできないことはツイッターでツイートしておりますので、ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。